はい、ハンマティオ先生です。月曜日になりましたね。月曜日になりました。11月12日ですね。2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりましたハンマヨー先生です。ハンマケの半ケでもございます。ハンマケの貴族です。今回ね、ハンマヨー先生の作ったバイナリーオプションの相関係数ですね、ボリンジャーバンドの片寄せボリンジャーバンドの2バンドから2つのさや取引から1つの通貨で相関係数を作ります。この表示がね、黄色がその相関係数の波形なんですよ。これから、では、ですね、蜂蜜に、氷ね、細かくしたスライス氷、氷を使ってね、ちょっとジュースを飲んで。大変あったかいね、電気毛布で爽やかなんで、ちょっと暑くなってもう起きてきましたけど、また新しいものを考えつきました。蜂蜜ジュースですね。1リットル1万5000円のミネラルウォーターで割ってます。動かないんですよ。でね、外貨はね、365日動いてんだけども、国によってね、こっちの方は日本では土日がね、休みなのね。土日も動いてるとこあるんです。外国によってはね。だから、大事な時に取引できないんで困りますね。24時間1年中動いてないといけないわけですけどね、こういうことをやってます。サーバーの1秒の切り替えでねできるんですけどね、1年中というのはメンテナンスでね切り替えればいいんですから。でこのようにね、新しいインジケーターは2つのこのさや取引ね、バイナリーオプションのさや取引の相関係数で求めます。それを基本にしてね作ってきてこの表示になるわけですよね。今度は3サイクルのね、考えを取り入れてやってみました。
ただシグナルが結構大きくできるんですね。これ動いてないからまだこの勝率出ませんけど、まあこれ一つ出てますね。これ 60% の10回の取引で平均ピップスが17ピップスって出てるんですね。あとは設定値ですね、これね。14と26と5と36は設定値です。一応 90% 以上で20個以上の取引で1回の取引の利益数が30ピップス以上で、モードがマイナス15になってます。マイナス15は15分バイナリーオプションですね。ね、いい響きします。音楽はこれは宇宙がね、私のこのね技術を見てくれてる。音が変わっちゃうんですよ、音楽は。わかります？今は低迷したんですね。で、音楽っていうのはね、ことの道のね、ことに流れるんですね。これは宇宙生物が作ってるんですよ。これはいいですよね。自動キャスティングっていうか、顔を自動的に、合わせてくれるんですね。なかなかね、不安が取れなくてね、絶対的なものを分かっていてもなかなか分析できないんですね。徐々にその不安を取って、本当にね、ただこうして稼げるんだ、妨害でお金取られたりね、できないんですよ、盗まれた。不安が大事だよ。で、原型のね、投資戦術に、また、今までやってなかったことを戻してるんですね。それができるようになってきたんですね。フォアが強くなってきたんです、ね。初めは、私が飛行機乗ろうとしたときに、マレーシア航空機ですけど、撃墜されましたけどね。投資ではね。福島原発とか東海村臨海事故も私目当てに攻撃でわざとやった人間たちがしたつけ火ですね。この戦いが一番大きかったんでね。大変だったんですね。だからそういう不安を作ってここまで持ってきたわけです。これ一回立ち上げるっていうのは必要なんだ。ちょっとまた動き直すから。ね、これで立ち上げると。音楽作曲ツールも買ったんですよね。スタジオシステムね。まだ一回も作曲してないな。買ってから。時間が取れなくてね。あとで僕作曲しますよ。まだ出てこないな。どうですかね。一応見てんのはね、90% 以上の勝率で20個以上取引あって、30ピコ以上1回の取引で利益があるというバイナリーオプションの成績のシグナルが出るかどうか、作る、出せるかですね。これがね、無限の分析できるようにしたんです。無限でね。
れはアートタンクの歌ですね。よくやってるんですけど、仕事でね、コンピュータグラフィック自分で作れないといけないんでね。遊びではやったことないですね。私のね、おじも東大卒だしね、東京大学卒業してますし、本家のじいさんも東京大学ですよ、卒業してます。帝国大でしたっけね、帝国大、昔の東大ね、もっと難しいんですよ今の東大より。原型ですからね、帝国大学はね、東大の、うん、頭です。早くね、テニスコートできる、ね、土地を買ったんで、200坪近くね、近くに買ったんですよ。行かないといけないんだけど、忙しくてなかなか売ってなくてね。それから、宅地にいい南向きの土地のある、ね、霞ヶ浦に土地買ったんですよ。そこにも行きたい、買ったんだけど、なかなか時間がなくて行けなくてね。ホームページに載せてるんだけどね、なんかもね。やっぱりね、こういうふうにね、一年中、美味しいジュースも飲めるってことは嬉しいことね。あったかい環境でね。人間ってね、バカでね、YouTuber でもなんか、アクセスが取れればお金になるから、それでね、何の意味もないこともね、平気でできるのね、人間たちってね、頭悪いから。お金になるから、アクセスが多くなるからって意味のないことでね、話したり喋ったり動いたりして、それで一生を終えるという。生きてないのと同じですよ。意味分かってないんだよね。お金稼ぎのためにね、お金稼ぐといろいろ何にも買えるから動けるからいいやっていうもんじゃないんですよね。YouTuber のほとんどはアクセスとのためで、お金のためだったら人生全然意味ないことで、テレビに出てね、ね、アクセスを多くするために働くと。ね、全然意味のないこと、ね。それで収入を取る。行かれてるのばっかしだな。
味のある仕事じゃないといけないの。で大体人間全員が脅してるだけで、仕事ってはそれだけですよ、人間はね。だな、そうなんだ。人間に二重人格でね、もう片方と片方で宇宙にね、正しい動きの頭に動かすんですよ、隠れてる時は。でね、半分はもう悪いことだけしか考えていけない、しかいけないんですね。半分だから全部なんだな。全部悪いことしかできないんです。で、隠れるとこはいいところ、宇宙生物でいいこと考えてるところに頭を合わせてるんだけど、ね。実際は違うわけ。二重人格で動くわけですね。やられないように、そこに隠れる場所をね、良い頭のとこに、宇宙生物のとこに頭が入り込むんじゃん。それで、100% なんだけど悪いことね、だけで人間はね、生きる生物でね、それで仕事して生きてるんですね。人間全員だよ。私以外ね。まあ、蜂蜜ジュース美味しい。あんまりお酒飲まないんですよ、ね、